ライトザバックルームズ。どうもゲストの皆様こんばんは、小田健です。さて、相変わらずホラーゲームらしからぬ明るめな曲が流れてまいります。これからよろしくお願いします。失礼しました。ボコボコ出ちゃいましたね。数百人ぐらい戻るボタンを押された気がするわはい、前回の続きやっていきましょう。こちらのゲームはね、リアリティとかハッチの作者さんのホラーゲームですね。最新作になります。では行きましょう。確か4日目からだよね。4日目から超むずいのよ。1日目、2日目、3日目っていう風に、この大企業バックルームが管理する逆や、大企業が管理するバックルームのこのお部屋で何してんだあいつそう、このバックルーム部屋で耐えてくっていうホラーゲームですね。そう、夜中の0時から朝の6時まで耐え抜いてね、生きてくださいっていうホラーゲームになります。頑張っていきましょう。んちょっと待って、罠がいっぱいあるぞこれ。相変わらずちょっと待ってじゃないよ。来るかな。ちょっと待って、すぐよし、オッケー。これね、暗闇にしてしまうと、今みたいに貞子とかワンちゃんがね、攻め立ててくるんですよ。どういうキャラがいるかっていうとね、こんな感じです。ゴーストリスト。そう、前回見てない方のためにね、ざっくりおさらいをしていきましょう。女性で、逃げる。この対処法がちゃんと書いてあるんだよね。そう、ゴーストに対しての対処法がある。で、子供の場合は近くに留まると。空間移動しちゃうとこれやられちゃうみたいな。で、ワンちゃんはスプレー吹きかける。はい。さっきみたいにぶっ飛ばしましょうね。風船、これが厄介なのよ。そう。これ操作がね、反転するの。マウスで左側向こうとしたら右側向いちゃうみたいな。そう、上向こうとしたら下向いちゃうみたいな。はい。なんでこんなバイト引き受けたの主人公。やべえぞ、これ。はい。とんでもない時給なのかもしんないな。じゃあこの辺に仕掛けながら、アンチを探してき、果てしてる、ほらガシャン聞こえたぞ。この辺に仕掛けて、オッケー。はい。ちょっとすっごい動きづらい。反転やべえ、これ。そこにいたか。何してんのよ、お前。今流行りのセンター分けすんな、お前が。首吊り危険。いや、びっくりした、お前。やめろ、首吊り気球のお前がなんで今流行りのセンター分けしてんだよ。そう言おうとしたらなんか来ちゃいましたね、お子ちゃんが。さて、早いよ、これ消えんの。今反転してますからね。で、もう一個罠があったと思うんで、それを回収しに行きましょうか。あの罠がね、結構キーなのよ。そう、助かる気になります。さあ、頑張っていこう。4日目、5日目、5日目。うわ、まずい。反転した。そろそろワンちゃんも出てくる気がするね。反転してね。あれ、罠どっちだっけ？あっち側に1個あるじゃん。あったあったあった。反転してる！すげえ見えない！うえ！ふん。口ほどにもない。気を取り直して。あ、待って、目の前にいる。今のがセンサーで、お化けが取ると赤く光ります。はい。おさらいをしながら行きましょうか。カーシャン言うたで。カーシャン言うた方向に罠があるんで、取りに行きましょん。すぐ消えるな。どこにいたの俺、吐血混じりだったけど、今どこにいたの彼女。はい。こんな感じでね、マジムズなゲームになります。絶対生き残れる気がしない。で、このブラスター何毎回言ってるけど、このブラスター何。どうすんねん、この銃は。ヤンキーザリすな。何してんねん、お前。早くお家に帰りなさい。母ちゃんが心配しちゃうわよ。懐中電灯の減りがね、異常に早いので。あれ？なんかこれさ、難易度がランダムだったりすんのかな。ハッチの作者さんだったらありがとうやん。よし、オッケー。はい、こんな感じで冷静に対処すれば何も問題ないですね。今みたいにワンちゃんが来たらスプレーをかけると。はい。さあ、ちょっと待って、移動しちゃった。大丈夫か、これ。トーマン坊やがいます。消えたね。よし。ではでは、罠がね、最低でも1個欲しいところ。どうにあるのかな？これ、懐中電灯切ってる状態で減ってないよね。今反転してます。まずい。全員集合してんじゃん。サーカス団がいた、今。グレイテストショーマンみたいになってきたな。はい。反転になったね。よし。意外と反転もね、慣れてきました。さてと、それ怖いよ。どうにんのこの声。風船の笑い声ですよね。はい。さあ、つけて、うわ、こわ。こっち帰っていいかな。よし、溶けた。おっと、来た。これありがたい。はい。これ、この辺にかけるか。で、てか、ちょっと待って、センサー反応してる。戻りましょう。ね。
なんでやねん。ちょっと間違えた。スプネットパンチャンタン。反転してる反転してる。戻ってここに、うわきついな。もう一個罠ないかな。この辺にかけたい。こっち側から来たら終わりでね。はい、これ端っことかに行ったらどんなの。あ、てかさ、これこういうとこに置いたらいいんじゃない。うん、おっと、この子はこうやって仕掛けたらまた追い出すのかな。試しますよ。あ、来ないわ。安堵させてから来んな。なんだ今の、めっちゃ面白かった。ちょっと先ほどみたいに角っこを使って、そう、罠と角っこを使って前回同様攻略していきましょうか。うん、前回もそれね、なかなか助かりましたから。ここいいかもね。ここに2個ぐらい罠使って、帰れよ。センサー反応してる。ただ、おっと待てよ、この音は、あ、ワンちゃんだよね。オッケー。さて、ワンちゃんは駆除して、君の存在を忘れていた。さあ、気を取り直してやってまいります。いりり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 、せーの、プシュ、よし、スプレーでプチ飛ばして、あ、引っかかったぜベイビー。引っかかった方向に行こう。最初だしね。失わなきゃ。失いましたね、僕の精神を。ちょっと待って、電気消えんの早ない？うん、怖、ここ今の佇まいすごい怖い。はい、センサー反応しすぎじゃない？っち人気だね、あのセンサー。嬉しい。あった、ここいいぞ。はい、あ、これ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 、前回ここ活躍しましたよね。はい、じゃあここのこの端っこにこれをかけて、こう過ごしてみましょうか。コーン、なんだよ、画面は。はい、ちょっと待てよ、これは青だから大丈夫だね。今センサーもう一個欲しいな。センサーじゃねえ、トラバサミね。あれ出てこない。ほん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 、消えるもんもない。なんか消えてしまう。よし、じゃあここ反転、どこ行ったんだよ。じゃあやばいわ。めっちゃ怖えよこれ。うん、これ基本的に急にドンくるタイプのジャンプスケアやんのホラーゲームだからさ、結構心臓削れるんだよね。あ、トラバサミの音がした。よし、オッケー、こっちか。オッケー、お前がかかったんだな。このワンちゃんはかかったらすぐあれだね、復活しちゃうんだね。ここに仕掛けよう。そうしよう。あわよくば、もう一個トラップないかしら。これ何？うん。ひょっとしたら、これあれかな？いるね。そこら辺に。罠にも引っかかったし。お前か。この貞子は、引っかかって解除されてからもうね、追ってくるね、しばらくね。そうだから、ちょっと時間置いてから進みましたよ。はい。反転解けたね。危ねえ、危ねえ。ないかな？なさそう。あ、これひょっとしたらブラスターのエナジーかな。どうなんだろう。どうなんだろうね。はい、ブラスター相変わらず使いませんが、そしてカシャーンいう音する。やべ、反転してる。やりづらい。楽しい。行くわよ。あ、そこにある。チレ、よし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 、あらかわいい。よしよし、これを取ってこっちにいるね。光ったぞ。遠くに離れましょう。どっちがんだ、うん、どこに行ったのかな。せっかく罠取ったのに今反転してます。どうしよう。ふう、よし、解けたぞ。ワンちゃん、てか一番最初さ、このスプレー8発あってね、前回。そう、前回見た時8発なのよ。その8発目を削った瞬間からゲームスタートしたんで、これ基本的に7発からなのかな。うん、ちょっと怖いね。さあ、端っこ狙いましょうか。端っこどっちだっけ。ああ、まずい。これどうしよう。判定もしてる。じゃあ、スプレーかけちゃいます。はい。これで、罠を持ってって、こっちらへん、ここにかけようか。ちょ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 。スプレーシューじゃないよ。お前の頭シューしてやろうか。ここどうよ。これ強ない？うん。こっち側も電気、うん、ちょっと遠い。もう一個罠あればな。どんな、あれ、ちょっと反転しちゃった。反転している！やめて！黄色い帽子が透けている！消えたかな？こっち見んな。すげえこっち見んじゃん。
はい、やつ消えたとて判定は直らないのか。さてさて、これさあ、戻ったね。よし、センサーもう一個欲しいな。そっち側か、どこにいる。まずいぞこれ。これやられたっぽいな。あれ平気。あ、平気だ。ちょっと向こう側のね、明かりもつけたい気持ちはありますが、変に動くとね、ワンちゃんとか貞子とか全員寄ってきちゃう気がする。てかこれ強いかも。うん、やっぱり前回のあのゲームになんないからっつってやんなかったじゃん。この作戦いいかもな。後半に行くにつれて過酷度が増すと思うんで、やむを得ない場合はいいかもしれない。そう、できるだけね、最初は通常に動いてきてるんですが。さて、向こう側から消えちゃいましたけども、センサー反応してないんでつけましょう。そう、暗いとね危険だからね、このゲームは。うん、おっと、ここもつけますよ。4時になれ、早く。どこにいんだよ、後ろだ。何してんのお前。触れても何もなんないんだね、この子は。スプレーもあと4回あるし、ワンちゃんが来たとしても大丈夫。はい、あっち。まずい。笑い声来てるけども、よし、オッケー、反転してる。ふう、危ない危ない。おっと来たぞ。あれ、よし待って、これは危ないぞ。少しは慣れよ。一応スプレーやるからね。トラバスにもう一回かけて。ふう、危ない。さあ、ちょっともうちょっと手前にやるか。でも手前にやりすぎてもね、当たっちゃうと反転ってさ、死んじゃうかもしんないからね。そう、当たり判定が広いとこれやられる可能性がある。消えてるな、向こうからでも引っかかった。あー、こっち判定しろ。おっと、まずい。ちょ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 、こっち行きたいの。よーし、オッケー。お前しかも埋もれてんじゃん。大丈夫か。壁に完全に持ってくらしてたよ、あの少年。はい、と東満坊やと罠あった。罠、ここの部屋だよね。狭いところがいいな。ここいいんじゃない。うい、これなら1個でも安心。近っ。すごい近いな。瞳の色めっちゃ綺麗だったぞ。まずい。これで1回近い。今完全に合体してた。一体化すんなよ、お前ら。これちょっと直しましょうか。修正して。はい。今反転してます。なぜかっていうと、この生首に見られてるんでね。危ない。よし。じゃあちょっと離れましょう。反転してるー。大変。ちょっと一回離れてから。どうだい？こう持ってこうか。この辺に。よし。で、こっちこう行って。はい。どやどやどや。もうちょっと前。起きた。ほい。やっぱスプレーは必要っぽいね。あのワンちゃん現れたら。あれ？これ回数決まってるかと思って今焦ったわ。来た！お前すごいぞ！待って、このワンちゃんのさ、リスポーン値近いのかな？かもしんねえ。こんな連続で来ることないよね。どないへん。これ何？うん。ブラスターとこの電話の存在理由がまだわからない。大丈夫かな？消えちゃった。あいつを？急に反転するからね。さてさて、こっち側もつけとくか。おっと、つけざるを得ないね、これは。もう移動できないもん。反転してみます。しっかり。消えたね。オッケー。さあ、端っこ行って。あめあめあめ。危なかった！また一体化してんじゃん。やっぱぽいな、これ。あ、くる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 。さだこ来る。その辺にいるからね。真っ暗な状態でこれ怖えな。は、焼けた？大丈夫今。完全に今松崎しげるさんがいました。もう風船のお前があの方のようにヒサロ通ってる感出すな。むずいなー。いけるかなー。サタコッチが今出ましたが、ついてきてる。出るね。ポポ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 イ。さあ、こっち側も、お、反転してる。松崎、あぶね、超反転してた今。あ、てか来たぞこれ。おい、レンチャーズいって。この辺、この辺。うわ、待って、端っこがね。ここでいっか。かけて。違う！そうじゃないの。私はね、トラバサミが欲しいの。はい。反転したとこへ。来んなよ。頼む！してる、安定してる、安定してる、安定してる、無理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 。早く後ろ向いて！頼むから！よし。この反転マジで怖い。ああ。明かりつけたいよ。
助けて神様、つけに行きます。よし、ふう、大丈夫かなこれ、こんな目の前、おっと来たかやつがいるね。あれ、これで潰して反転、むず、本当に超むずいっすよ。あ、いる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 、これこれ、よしよし、オッケーオッケー、この二重は強いから。はい、あの少年もいますね。じゃあちょっと電気つけますよ。はい、やつが来た瞬間、ちょこっちかやっぱかけとくか。あ、危ないやん、反転反転ちょっと待って、やべえ消えろ消えろ、待って、なんで消えてないのこいつ。あ、いや何も見えないって、お願い、罠どこ、あったこれ、よし、反転してるんでもう一回行こうか。危ねえ、ふう、消えんの早っ。これつける意味あるかな、今回に限って意味ない気がする。そっち一回行こうか、電気その方がさ、つけやすいしね。はい、ちょっとそうします。あ、まずいぞこれ、大丈夫か、こう向いて、怖い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 、こっち行って、OK、どこに向けてんのお前、こうで電気をつける、 OK、 反転マジでむずい、これ今常に反転になってますね。え、ちょっと待って、お前も久々行ったのか、完全に日焼けサロン通ってるような雰囲気出してましたね。さあ、これ、あ、てか4時だ、来たぞ。はい、で、ワンちゃんいるんで、消しましょう。で、消して、罠を、この辺に1個置くか。よし、これでいい。で、明かりをつけに行って、ふぅ。もうちょっとこっち行かの方がいいかな。いや、手前がいいな。電気消えんの早えよ。やっぱさ、これ、隣の明かりが消えてたら、こっち側も消えやすいのかもしれない。マジか。これまずいぞ。ちょっと待って、これ早く持って。頼む。で、こっち側に仕掛けて。あっぶね。さだこ多分すぐ来るから。大丈夫？大丈夫っぽい。オッケー。5時5時か。あぶねえよ！反転した状態でこれ。あ、やばい。スプレーがねえ。逃げよう。何も見えない。何も見えない。ふぅ。いけるかな？反応した今。周りをつけよう。オッケー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 。来た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 。この鼓動が怖い。これ、勝ったんじゃない？よし！ダブルでかかった？ぽい。今判定してる。ちょっと待って、これもう走り抜ける。よし、オッケー！いけるかな？ここで死んだんだよね、一回目。死にたくない、頼む、お願い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 、なんで嘘だろちょっと待ってよ、今の状態で勝たせてよ、4日目だぞこれ、5日目あるの無理だろこんなん、いける気がしないもん。ちょっと待ってね。いや、出てきた。トラバサミがある。じゃあ今回はここにしましょうか。いや、でもここ開けすぎや。うん。開けすぎだから。いや、でも端っこだからいいかな。うん。大丈夫だね、これは。ここで、ちょっと対処しましょうか。向こう側はいいね。あっち一回行こう。おっと、何が出たかな。ちょ、これ。君も来たね。おっと、まずい。はい。え、なんでなんでかかんねえの。はい。トラバサミが、来た、こう強いぞ。しょうがない。ああ近くにいたじゃん。ダメなんだ。やっぱ奴からそんなに離れちゃいけないんだね。奥に進みます。さあ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 。仕掛けて。どうだ？トラバサミ1個は見つけましたが、もう1個はどこかしら。ここがいい。そこに行こう。ああ、判定してる。まずい。こっちかな。さあ、ここ来て、ここに置こう。はい。で、ちょっと旅立ちますよ。判定してる。
トラバセミ欲しいんですよ。そう、やっぱ二重にあるとね、ありがたいんですよ。うん。メイクユーハッピーだから。さあ、続いてやってまいりましょう。トラバセミがあったわ。そっちっかでね。あ、でもいる。トウモリしましょうか。怖いよ、ほんとに。まず、ここに仕掛けるだろう。おっと、反転してる。反転してる、反転してる。さあ、すごい顔。やべえな、俺。多分間違いなく首吊り気球をモデルにしてると思うよ、このお顔さん。はい。ネットフリにね、今、アニメ版もあるんで、皆さん見てみましょう。さあ、これで来たぞ。これで消して、無理だろ。今のはダメです。ここが俺のベストポジ。よ。消えましたね。さて、センサーがめちゃくちゃ反応しておりますが、クリアなるか。ちょっとこっち一回行きましょうか。うん。ここのがなんか落ち着く。ふぅ。さてさて、来るかな？あ、反応したね。そっち側でどんどん反応。あっちにトラバサミあるわ。行きてーこれ。ちょっと行きますか。どこだどこだ。これつけて。トラバサミトラバサミ。いやーないか。ないっぺ。戻ります。冒険は大事だろ。冒険しちゃいけないのこのゲームは。冒険すればするほどすぐ死ぬ。うん。反転もするし。さあ。お、遠くで聞こえたね。へん。よし。ハッチ頑張ってさ、これ、こじ開けられないかな。あそこの出口。やっぱ人間は明かりを見ると落ち着きますね。ほっとする。ホットサンド。さて、クソつまらないこと言ってもありますが。あったぞ。トラバサミ。よし。ただ、一個罠が罠というかセンサーが反応してるんで、あそこ行くか。おっと、まずい。これはここにいて、消えたか。危ね。さて、またここに隠れましょう。よいしょ、反転します。せーの。はい、OK。あ、すいませんよ。2時か。いや、近。いけるかしら？ずっと反転したまんまか。そんなかもしれないもん。よし。ちょっとこの辺に置いとこ。電気も消しやすいしね。センサーもっと手前の方がいいんじゃないかな。これさ、ここにいれば、この目の前の扉。やばい！せーの。反転してるからさ、これむずいのよ。どうしようどうしようどうしよう。大丈夫これ。今ダブルでさ、スプレー食らったのかなワンちゃんが。ちょっとちょっとちょっと。危ねえ。うわ、電気消えんの早っ。へへへ。現れる速度半端ねえ。ちょっと手前にしよう。おい、お前も早いな。現れ速度。また来た。ちょっと待って、スポンチかなこれ。なんで消えんねん。お前かよ、今度は。いや、これ無理だって。実感なるよ。貞子はね、しばらく動くんですよ。引っかかった後も動いちゃうから。ちょっとこの辺を行き来した方がいいか？おっと、そこにいる。かけて。反転しまった。きつっ。ちょ、普通に逃げるか。スプレーがもったいない。いつか消えたりすんのかな？せーの。はい。OK。どうだ？結構話したけども。ワンちゃん来る。あ、負けるっぽいね。うん。さて、こっち側にもいますが、センター分けが。凛々しい。ここにいたら、こっち側のさ、今反転してるんで。こっち側のさ、道から見られやすいから、この辺で隠れるか。で、電気消えたらつけて、OK、いいかもしんない。さあ、いけるかな ?5 時だ！いけるっぽい！ダブルで来なければ多分いける。スプレーもまだ5つあるし。そう。5回発射できますよ。怖っ。はい。まずい。来てるっぽい。うーわ、お前かよ！違う！あ、これもう終わった。うん。終わったっぽい。頑張る。いけた！神回避じゃない今の。頼む。消えたよね。戻るぞ俺。
うわ、あぶね。うん。行くよ。これでクリアするの。よし。あぶね、あぶね。勝ったんじゃねえかこれ。多分停電するよ。よっしゃ。やったー。く、5日目無理だろ。4日目でこんなむずいんよ。うん。なんでこんなバイト引き受けた？はい。電話が鳴ってますが、その前にちょっとこれ出ていきましょう。電話に出る。はい。うわ、待って、また追加されてる、やっぱ。時間切れで悪霊が出現、無理じゃん。うん。悪霊が出現しちゃう、これ逃げるしかないんだ。サダクと一緒だ。へへへ。マジで。発見不可能じゃん、しかも。無理だろ、このゲーム。常に見えないし、逃げるしかない。だからもう出現したらほぼ終わりって思った方がいいよね。このゲーム。マジか。ブラスター何これ。鳴ってる鳴ってる。どれ鳴ってんねん、こっちか。これや。あ、違う、全然違う。これ、大丈夫？間に合う？ま、あれ、出るよ。うん、あ、オッケー。はい。で、これ、使って、使って、そっち側にもね、トラバサミがあったんですよ。取りに行きたい。トラバサミだけに？はい。嘘。お前がかかるんだ。なんで消えないの？消えて。よし。消えた。今、あ、判定してる。まずい。ふふ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 。こっち側行って。よし、オッケー。ダブル。これ、向こうから鳴ってるわ。ちょっとさ、最初見てみたい気持ちもあるんで、待ってみましょうか。うん、変に移動しちゃうとね、このトロバサミ2個がもったいない気がする。怖っ。いやでも移動するか、怖えな。どこで鳴ってんの、ここかな。いや違え、と、うん、まずい、うん、戻ります。おとなしく戻ります。あれどこだっけ。しくった、完全に迷ったぞ俺。べえ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 、切れた。べーべーか、べー、いやこれマジでむずい。え、どうだっけ。トラバサミ離れたらこれ消えるとかじゃないよね。え、俺のトラバサミ、お、俺のトラバサミじゃないの。下ネタあったあった。あぶねー。うおい、消えろい。ここでも強いかもしんない。うん、悪霊これ今放出されてんの。うわ、曲が変わってる。見えないよ、これも。何も見えない。漆黒です。頑張ろう。1個目のトラバサミ、あったよ。よし。2個目も来た。し、じゃあここにかけるか。よこらせ。ここにかけ、あ、違うか。これ取って、明かりの近くに配置しましょう。ホトトギス。よし、OK。全然ホットトキスじゃない。まずい、判定してみよう。かかったね。何者かがかかった。お前か。ちょっと待てよ。これで、おし、これで貞子も散ってくれるとありがたいんだが、今判定してるからね。もう電話無視します。はい、よいしょ。どうだ。じゃあ判定した状態でこの辺に埋まりましょう。ふふふふふ。ここにいるしかね。もう、あー怖い。反転ムズフィス。全部これだって。あ、やべ。ちょっと待てよ。こっち一回行って。はい。ん？ふう、危なかった。ギリギリでね、悪霊が放出されました。やった。これ悪霊は捕まえられないよね、多分。うん。さあ。無理だろ。これはゲームではない。ではなってっけどよ。近づけねえんだわ。ああ。近づくけどさ。しょ、罠持っていこう。こっちら辺すごい。出没率が。半端ねえ、高い。おっと、じゃあちょっとそれで。かましちゃうよ。どこだ？向こうっかだね。これだ。せーの。え、違う。あっち
あ、見えない見えない。ああ、これやこれやこれや。とて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 反転してる今。ふう、危ない、怖い、本当に怖いよ、怖いよ、お腹痛いよ、お腹痛いよ、反転してるんだよ。よし、1個取ってこれに、見えないところにかけとこう。どうや、あぶねえ、移動したとこだった。コーン、ありがとう。時々ね、優しさを見せるんですよね、この子。来るぞ。そこが反応した。やばいわ、電気が消えたら怖いじゃないの。来ないな。びっくりした。頼むからやめてくれ、冗談はその顔だけにしてくれよ。さあ、ちょっと凄まじく怖さはありますが、このアイテムやっぱこっち側の方がいいかな。ちょっとずらして、反転むず。ふう、消えちゃったね。つけて。あぶねあぶね。これ両サイド、こっちっかのいいかな。この辺にしておきましょう。はい。あー怖い。さあ、風船がめちゃくちゃありますが、笑うなお前。怖。センサー反応しまくってる。来るっぽいなこれ。貞子じゃないように。わ、よし、オッケー。ワンちゃんが引っかかった。ワンちゃんはこれで対処して。あ、てか8個あるわ。なんででしょう。スプレー8発ありますね。さて、4時です。あ、待って、これいけるんじゃない？来るか？悪霊も一回さ、これ防いだじゃん。来てるっぽい。やばい。今回運いい。これ絶対勝つ。で、あとで悪霊を見ましょうか。うん。完全に俺ゴールが確定したかのような発言ですよね。まだわかりません、皆さん。気をつけていきましょう。これライトつけるのが怖いな。よし、オッケー。消えてももう無視でいいかな。どうだろう。もう少し前に。反転すげえ怖い。あ、でもいけるっぽい。怖っ。なんやねん、あいつ。ちょっともう5時なんで、消えた状態でもいい。来た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 。変に動くな、俺。スプレーいっぱいあるからちょっと前とこう。よし。湯けむり殺人事件、雲隠れの術。待って、やばっ！え、4時、4日目の方が難しい。5日目めっちゃ簡単だって、俺2回目だよね、これ。プレイ1、2回で俺クリアできたぞ。やった！実質もう初見でいいや。無理ある。はい、ということで5日間無事にクリアできました。やった、これかなり運いい気がする。うん、はい、じゃあちょっと5日目のあの悪霊を見ていきましょうか。てかこれステージ選択できるようになったね。はい、やったぜベイビー。うん、てかカスタムゲームって何。あ、来た来た来た。これ全部常備しましょう。はい、で悪霊がいない。悪霊いないんだ。悪霊いないんだ。2回行ったの今。なんで2回行ったの。あ、違う、電話か。電話が悪霊だわ。うん、ピエロってあの風船のことかな、首吊り気球。ちょっとブラスターも気になるんで、まずここでやっていきましょうか。その後悪霊見ていきましょう。はい、ブラスタータイム、ステージ選択。じゃあ4ステージで HS。 はい、これステージ何っていう感じなんだろう、このカスタムは。うん、武器はブラスターってどこで持ってんの今、主人公。ブラスター、ブラスター。え、どこっすかこれ。はい、そんなも見えませんね。あらい、あ、これで取れんのか。おっと、まずいぞ。反転してる。あ、取れないじゃん。なんで。ちょっとこれでやっていきます。アイテム持ちすぎたのかな。最初の位置でブラスター取れるかちょっと確認しますね。どういうアイテムなんだろう。ブラスターどこよ。はい、取れねえやねえかい。なんで取れないのこれ。ブラスター欲しいんだけど。ちょうだい。こう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 。最近自分が怖い。別の何かが表現しましたね今。はい、さあ煙をぶちかましましたが、これか。うん、あ、切っちゃったよ。あー、これひょっとしたらさ、ブラスターを選択しなければあの棚にブラスターが表示されないってことそんな感じ。
で、あのバッテリーみたいなの5つ集めたら結局使えるようになるとか。あ、じゃああれか、クリアしたからこれ最初から使えるのかなと思ったんだけど違うね。多分やっぱ通常通り集めないといけないのかな。うん、ではちょっと妨害されないように電話だけこれつけてやっていきましょう。はい、一応これもチェックして、はい、どんな悪霊が来るんでしょうね。お顔が楽しみですね。さあ消えたね。どこかしら鳴ってますね。じゃあここの電話を出ないでしばらく待機しましょう。でついでにこの電話の前にこれ置いとこうか、やつ食らうかどうか。つうかここに行って俺が待機すればいいか。悪霊はこれかかんないよね多分。来るぞ。曲が変わった。反応しちゃいます、センサーが。やつ徘徊すんのか。センサーかかった方に行きましょう。待ったら時間かかるっぺーからな、これ。お迎えに上がりましょう。落としたぞ、今。P、ユータ。どっち？全然会えねえじゃん。なんか音する。どこでかかった、今。あ？これ逆に俺が鬼側じゃん、今。うん、クリアしそうだし。どこだよ。会いたい。どこにいんの？ねえ。クリアしちゃうぞ、これ。おい。どこにおんねん。ああ！おっさんや！ようやく会えたね。ようやく会えたと思ったら、おっさんが襲ってきた、これ。悪霊、おっさんって悪霊なんだ。じゃあ、いつか僕も悪霊になるのね。はい、皆さんもいつの日か悪霊になることを楽しみに待ってましょう。はい、まさかの5日目が一番簡単っていう大事件が起きましたが、いかがだったでしょうか。5日目クリア早っと思った方、そして悪霊はおっさんかいと思った方、ぜひ高評価、チャンネル登録お願いします。はい、ハッチリアリティ作者の最新作のホラーゲーム、皆さんいかがだったでしょうか。作者さんもありがとうございました。はい、なんかあれですね、リアリティからすごい短スパンで出しましたが、結構よくできてたよね。難易度もね、なんかネコロモフさんのなんかキチクさが出てて、それも一つの良さではありますよね。はい、ということで、また新作を楽しみに待ってましょう。バイバイ。